ただいま、時刻は20時です。DJ 岩崎一番がお送りする歌うどんのレディースレディオ始まりました。時刻は20時を回ったところ、ラジオトークを通して皆様に歌うどんの声をお届けしております。始まりました。始まりましたということでね、20時になってね、皆様のね、もうご飯はどうですか？食べ終わりましたか？済ませてますか？食べてますか？ね、ぜひね、聞いていただけたらなんてね思ってるんですけれどもね、どうですか？今もね、そう、緊急事態宣言中なんで ね、20時までもう店が閉まっちゃうということで ね、自宅でね、自炊の時間も増えてるんじゃないでしょうか ね、今日この頃でございますが、私たち豚うどんのレディースレディオでは、皆様から寄せられた、ね、お便りをもとにですね、より良いね、軍内をね、送れる日々をね、目指しております。解任推奨って感じですけど、はい、そうなんですよね。お便りがね、今回来てないのでね、来てないんですよね、ありがとうございます、皆さん、ありがとうございます、ね、送ってくださいということでね、今日はじゃあ私のね、テーマということで発表させていただきます。こちら、良い授業、悪い授業、良い授業、悪い授業、このね、今週のテーマとさせていただきます、私ね、実際ね、もともと教師だってね、そこからね、芸人を挟んで、DJ 活動をね、今やってるんですけれども、させていただいてますけども、良い授業と悪い授業っていうのがね、まあ、ざっくり言うとあるんですよね。まあ、悪い授業といってもね、別にその時代に合わせてる授業なんでね、悪くはないんですけれども、今この現代の子供がこの必要な能力をちゃんと育めてるかなっていうね、育めてない授業をね、悪い授業とさせてね、させていただきまして、こればっかりはそのあれじゃないですか、元教師だからこそというか、はい、ね、そうですよね。その、まあ、私からするとね、まあ、いい授業、悪い授業というのは、まあ、好きな授業、嫌いな授業、まあ、そうですね、ただ受けてたってね、受け身だと思うんですけれども、漠然とといった感じですけども、私たちはね、こう作ってた側なんで、はいはいはい、ね、そういう研究を日々してたわけなんですけれども、じゃあ早速本題に参りましょう。はいはいはい、例えばじゃあちょっと岩崎さんに質問です、はい、飛び箱の授業ありましたよね。ありましたね。小学校の時飛び箱の授業体育でね、はいはいはい、どんな授業を受けてたか思えてますか？まあ、飛び箱を出されて、はい、その段ごとに、はい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 、飛べる段飛べない段で、まあ、3段5段7段とかね、はいはいはい、区分けされて飛べるようになるまで反復でやるみたいな。なるほど。飛べたら次の段にみたいな感じで。なるほど。まあ、私は飛べなかったんですけどなるほど、はいはいはい、そういうね、苦い記憶も皆さんね、はい、あると思うんですけれども、実はその授業、悪い授業なんですよね。ね、びっくりします。この授業って言ったらもうこれ以外ないんじゃないですか。ね、知れてますよね。でもね、実はそれ悪い授業とされてるんですよね。こうあれですよね。先生がピッて笛を吹いたらみんなが一斉にこう走り出すっていうね、はい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 、授業なんですけれども、はいはい、じゃあどこがダメかっていうのをね、これ一言で言うと、ちょっと専門的な言葉にはなるんですけれども、はいはいはい、その授業、問題解決の能力が育めないんですよね。問題解決の能力が育めない、ってなりますよね。問題解決の能力ってなります。飛び箱の授業でしょ。飛び箱が飛べるかどうかだけの問題じゃないんですね、はいはい、実はその授業、授業ではなく、訓練なんです。訓練、授業ではないんですよ。私が授業だと思ってたら訓練だったんですよね。じゃあ問題解決の能力ってなりますよね、はいはい、これはもうそのまんまの意味です、はい、ね、問題がこう発生した時にこう自分の力でね、うん、もしくはこの周りの人と協力して、まあ言ったら、まあそれも自分の力ですよね、はいはい、それで解決できるかっていうのをね、問題解決の能力と言われてるんですけれども、じゃあ大人になって、じゃあその問題解決の能力が何に必要なのかというと、はいはい、例えば仕事やアルバイトでこうなんかハプニングが起こった時、うん、それをこう自分のね、頭を使って、自分の体を使って、時にはその周りの人と協力をしながら、はいはいはい、こう自分が促して解決できるか、これが問題解決の能力なんですよね。確かに必要な力ではありますよね、はい、じゃあ例えばね、じゃあそのピッてね、笛を吹いてこう訓練のように走ってる授業、はい、ね、思い出してください。例えばじゃあ飛び箱5段を飛べなかった
子がね、はい、いたとします、はい、その時もし岩崎さんの周りではどんな感じでしたか。まあ、飛べるようになるまで飛ぶか、はい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 、まあ、そのもう一個小さい段で、はい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 、飛び方、その飛ぶ経験を身に、なるほどなるほどなるほど、まあ比較的でもね、浅野先生も努力をされている授業をしてたんじゃないかなと思います。はいはい、ね、ただこの飛び箱5段飛べない時、はい、これ先生がどんなアプローチをするかというと、例えば、はい、5段はこう飛ぶんだよってね、先生がこう直接教えてくれたりだとか、あとうまい子がね、はいはい、じゃあ飛んでみてっていう風にね、うん、うまい子が飛んでそれを見て勉強してるみたいなね、はいはいはい、まあ、それは普通の、ね、ただそれで決まるんですよね、子供の成績っていうのは、うん、5段を飛べるか飛べなかったかっていうのをね、この子は飛べるから成績が5だ、飛べなかったから3だなんてね、決まっていくんですよね、はいはい、で子供はそうやって大人になっていくんですよ、はいはいはい、つまりこれでは教育に大切な問題を解決する能力っていうのは身についてないんですよ、ね、なるほど、難しいことですね、はい、じゃあね、どういうのがね、実際に今求められているのかというと、はいはいはい、勉強やスポーツに関係なく、うん、子供に今も一番求められている力っていうのはこれ生きる力なんです、ね、生きる力、まあそうですね、まあ、シンプルにこの生きるっていう生命力の力とはちょっとまた違って、はいはい、生きていく力っていう風な、はい、これは生きる力っていうのはね、大きな3つの力が合わさったことを指すんですよね。なんか結婚式のスピーチみたいですね。そうですね、はい、まず1つ目が確かな学力、確かな学力、はい、で2つ目が豊かな人間性、豊かな人間性、3つ目が、健康体力、健康、ね、体力、4つ目が金玉袋、ね、言っておりますけどもね、スピーチじゃないですかね、まあ1から3ね、3つ、はい、学力、人間性、体力、健康なんてね、まあ、この3つの力がね、生きる力なんですよ ね、 ですね、はい、でもね、確かに学力って聞いたら思いませんか、結局こう勉強やん、ね、まあ、そうですね、結局勉強やん、ね、思いますよね、私ね、関西出身ね、でもこれ勉強じゃないんですよね、お、はい、これ実はここのことは、はい、ここで言う確かな学力っていうのは、これ自分で問題を解決する能力っていうのがね、はい、確かな学力とされてるんで、思考能力、そうだ、そう、素晴らしいですよね、はいはい、そういうことなんですよね、褒められてしまう、はい、特にその、はい、それでね、養わなければならないんですよね、はいはいはい、じゃあじゃあ実際に飛び箱の授業どうするのって思いますよね、私に教えてくれよ、そこまで言うなら DJ DK2 高2と思いますよね、はい、でもその言うだけなら簡単なんで、はい、これ担当直入にも言います、はい、はい、グループワークが効果的です、グループワークが効果的、はい、グループワークが効果的です、はい、私であればね、授業の目標、これ目当てってね、小学校の時は言うんですけれども、はいはいはい、その授業の目当てを飛び箱の必勝法を見つけようなんてね、子供たちもなんか楽しそうですよね、必勝法って何みたいな、ライアーゲームかよ、そう、勝ちたいななんてね、はいはい、思いますよね、はいはい、で設定してまず4人グループを作ります、4人グループ、はい、4人グループを作って合計で何段飛べたかをゲーム形式で競います、うん、でもそのもう身体能力高い人たちが組んだらもう勝ちじゃないですか、そこをですね、バラバラにするんですよ、バラバラとね、こっちが言いながらもこうしれっとこう組み合わすんですよね、もうね、勝手に勝手になんか飛べることちょっと苦手な子っていうのを、まあ子供ながらも大体わかるかもしれませんが、そこはまあ子供なんで楽しくやっていきますね、はい、うん、でまあ詳しく言うと2ゲームね、やっていくんですけれども、はいはいはい、まず普通にこう飛ぶんですよね、子供が、うん、でその次に子供に帰ってきてごらんって言ってね、はいはい、必勝法を見つけてみようなんてね、もちろんその飛べる子は飛べない子に教えるわけじゃないですか、はいはいはい、こうしたら飛べるよ、そこで飛べる子供は見つけるわけなんです、あ、これがじゃあ俺の工夫点なんだってことに気づきますよね、はいはい、飛べない子はあ、そういう風にやってるんだ、じゃあやってみようって思いますよね、これ単純に先生がこう教えて飛べる飛べないじゃなくて必勝法を見つけたグループで見つけるというこのなんか面白さっていうのもありつつ、はいはいはい、で競い合うというね、動物的なこの闘争本能をねくすぐるような働きかけもありつつ、はいはいはい、まあ基本的なこと、これ大切なことを言うんでね、皆さんも覚えてください、はい、大切なことは教師が教えないことなんですよね、教師なのに、はい、教師というね、これもどかしいんですよ、はい、教師ってね教えちゃダメなんですよね、教える師と書いて教師なのに、教えちゃダメなんですよ、
これは教師が学ばせることなんです、ね、学ばせること、はい、学ばせることなんですよね。あの教師が教えるのはね、はい、あの飛び箱のなんか何段とか用語とか、はい、このロイター版とかそういうとか、あと片付けの仕方とかそういう、もう基本的なこれはもう絶対に言っとかないとあのダメなこととかだけで大丈夫です、はい、怪我をしない方法だとかね、あの飛び箱のこの工夫点とかっていうのはね、もう子供たちで見つけて、で子供たちで協力して自分らのチームはこうだった、そして友達はこれができた、自分もこれができたなんてね、はいはいはい、そういうあの時代にもう突入してるんですよね。学ばせる、気づかせるってことです ね、 大切なんですよね。ただね、はい、時代はもちろん変わっていきます、教育も変わっていくんでね、はいはい、あの昔の子供のように今の子供が、ね、同じとは限らないんでね、はい、今自分が言っているこの教育ももしかしたらもう古いのかもしれません、そして DJ 岩崎さんがね昔受けた、はい、一斉にこう訓練のように走る教育、これは、はい、間違った教育ではないんですよね。昔の教育も目標に沿ってそれを達成できるように先生がね精一杯考えた、はいはいはい、教育になってるのでね、昔の教育がこれが悪い教育とは言いません。ただ、うん、現代にそれをなんていうんですかね、持ち込まない、持ち込んだら大失敗しちゃうよっていうのね、うん、そういうお話なんですよね。なるほどね。はい、今日は濃密な10分間だったと思うんですけど、すごく脳みそがパンパンでございますけどもね、はい、でそういう感じで皆様もね、もしねお子さんがいらっしゃる方なんていたらね、はい、どんなことをしたのとかね聞いてもいいですし、ねえー、まあ、やっぱ教える上でね、こう授業についてねよく考えてみるのもよろしいんじゃないでしょうか。ということで今週もこの辺で豚うどんのレディース&レディオ終わりを迎えましたが、はい、はい、最後はこの曲で締めくくっていただきましょう、はい、亀田光輝でシャオラ。みんなおはよう、動画最後まで見てくれてありがとう。巻き戻ししたらもう一回見れるよ。チャンネル登録、高評価するもよし、しないもよし。じゃ、また次の動画で。最後に一発ギャグします。大きな琵琶湖で寝る寝る寝るね。バイバーイ。